とりあえずが出るか。風がちょっとまだ強いな。あ、でも青空が出てる。ここは一晩止めさせてもらった長戸って文字がいつも出てこない長戸二見駅です。ただ二見駅って書いてありますね、バス停には。じゃあこれから下関に向かって走ります。放送開始まであと3分弱。雨が終わったんだけど、まあ半袖短パンだと肌寒くて、今雨具着込んでる状態だとちょっと暑くなるかもしれないって感じですね。で、トンネルと旧道があって、旧道だと若干遠回りなんですけど、こっち側通ってみたいです。石州瓦がある。なんかコンクリでごっつい感じの家が多いですね。もともとなんかこう風が強いところらしいです。あの風力発電の風車も山の上で回ってるし、さっきあったバスの運転手さんもなんか風が強いってこと言ってましたね。よし、じゃあこの辺で始めるか。おはようございます。猫かわいい。おはようございます。猫が猫ですか。おはようございます。ロボさん、おはようございます。やっぱ下向いてるかな。ちょっとおはようございます、おはようございます。わわ、バッチリ眠れました。ガードレールまだ黄色い、うん、あ、そう、まだ黄色い。山口県だから。おはようございます。おはえ、ちょっと待ってください。これあの FMLE の設定を覚えさせるために、あの延長終了詐欺に向けてちょっと処理しますんで、少し切れます。お待ちください。こうして、これでよし。
これで延長終了詐欺が起きた時にも若干早く復帰できる。よし、じゃあお待たせしました。で、自動無料延長はオン。自動無料延長を開始しました。オンにしました。来ました。早いですね。おはよう、うん、あ、ライクさんおはようございます。本当はもっと早く出なきゃいけなかったんですよ。おはようございます。ただなんか雨が降ってるなと思いながら、その雨装備に切り替える、さあの朝結構降ってました。雨装備に切り替える決心がつかないままというか。あ、寝心地は良かったですね。あの夜外で風がビュービュー鳴ってたんですけど、あの建物がしっかり守ってくれたので、実家にこれから帰ります。あ、そうだ、あと GoPro に給電できてるかどうか、できてんのかな、これじゃ分からんな。ちょっとつなぎ直し。あ、おはようございます。あ、今ここ、あ、そこまだ出してないんだっけ。今日午前中になんとか下関に着きたいんですけど、まだ40キロあるからな。実家帰る。あ、昔やった時には太平洋側だったっけ、あれどれだっけな、山口駅の前を通って下関まで行って帰ったことありますね。あ、で、今ここですよね。今ここ。今ここ。7、6、5、4、3、2。あ、あの時でしたっけ？自分で忘れてるな。位置情報送信成功。よし。今日、そうなんですよね。予定よりもだいぶ遅れてる。じゃあ出発。で、今ここの場所でわかると思うんですけど、まだ二見駅から出てほんの少しのとこです。あ、イベントありがとうございます。雨がですね、かなり派手に降ってました。それにしてはそんな濡れてないな。天のぞみ台どうでした？ん？天のぞみ台、はな、あれなんだろう。天のぞみ台は、ん？秋吉台じゃないですよね。ん？展望台、あ、展望台っていうのは、どれの展望台でしたっけ？昨日の角島じゃないですよね。あ、灯台ですか。あー、なるほど。灯台の上からの眺めは、おはようございます。海の青さがもっと見えるかと思ったら、ちょっと午後遅かったせいか太陽の向きが良くなくて今一つ見えませんでした。反射しちゃって、太陽の光の反射でよく見えませんでした。それよりも灯台は人で詰まってしまって、なんか一刻も早く降りようとしてしまいました。あ、結構明るいな。青空っぽいのも見えてるし。で、昨日の夜はこの滝部温泉っていうところに行ってきました。そこで風呂に入って、パラシュートで、あれ途中ですね、階段だけじゃなくてはしごに近いものがあるんですよ。ご飯、あ、ご飯はですね、まだ実は食べてないです。昨日、キワド峠で突いただいた、バイクの方からいただいた霧の葉の、なんだっけな、まあとにかくその広島名物のお菓子があって、それをいただいてました。なんて言ったらいいかな、もっちりした生地で巻いたあんこみたいなもので、もっちり感がものすごく美味しかったです。ああいう皮大好き。
まんじゅうの皮がやたらもっちりしてる感じ。これがさっき最短距離だったらこっち通る方が良かったトンネルです。いや、なんか霧が出てるな。結構これまた曇るかもしれないな。ほっといいか。下関まで36キロだからあと4時間、昼まで4時間半でなんとかなると思うんですけどね。でも細かいアップダウンあるしな。電波も良い方で良いですね。あ、電波大丈夫ですかね。車少ない。あ、そうそう、車はさっき二見駅の これは海の名前言うとまた荒れるんじゃないですか、こだわってる人いたからなんどうでもいいのに。で、なんだっけ、そうだ、車の混み具合は少なくともこれ下関に向かう方向は今日は空いてるだろうって言ってました。バスの運転手さんが、うんちゃんが、さっき二見駅の横の休憩室出る前に話し込んでたんですよ。おはようございます。あ、でその駅の休憩所っていうところが夫婦岩ふれあいステーションっていうんですけど、その夫婦岩がついてる反対側が下関から各その先の二見とかあの辺りの地方側に向かって帰ってくるからだそうです。車がこれか、これかって映ってますかね全部。デジカメだと入りきらんな。手締め縄、あ、やっぱそうなんですよね、角島方向。一応大きい方が旦那さんなのかな。でもカマキリとか逆だしな。あ、おはようございます。ここは夫婦岩、そう、近すぎてちょっとあ、メガネに結構これ水滴というかメガネが若干曇ってきてるようだから、ウェブカメラも近いですね。岸のすぐ近くだった。どうってことない。小さい方の岩はなんか周りの岩とそんなに違わないかなって感じですね。夫婦岩、そうですね、他のところでも見たことあります。三連バス、おはようございます。単なる崖、あー、こういう感じ北海道に似てるな。ここに線路があって、オロロンラインのあたりとか線路今はないけど廃線跡ありますよね。今日天気が近所に、いや覚えてないですね、覚えてないけど知らないな。古河市の向こう日が照ってる。確かに似てるね、北海道に。北海道もなんかこういうオロロンラインのもうちょっと南の方かな、延々とこういう道が続いてますね。あ、もうすぐに夫婦波っていうのもどっかあったな、確か紀伊半島かどこかで。でっかい岩で分断された波がまた合流するところ。ん？何の車庫の近く？いい景色というのは。今日はこれスピーカーのというか、オーディオデバイスの調子がいいな。しかし霞んでる。本当だ、朝から結構車が来た。
違うか。下関、北九州、下関、山口。あ、始まってます。あ、車でもナンバー斜めしてるやついるのか。ん、わかめソフト食べてないです。あれどこでしたっけ。角島でしたっけ。うわ、これ波しぶきかな。結構顔にしぶきが。多分 GoPro もウェブカメラも曇る。あと、あのバスの運転手さんが言ってたんですけど、最近なんか変な風が吹くって。ん、何の花。すいません、またいちいち聞き逃して。天然ミストですね。マイナスイオンが。波の花ですか。この島波の花はどうだっけ。能登半島で見たかな。多分見てないんじゃないかな。いや、なんか見たような気がする。割と汚い感じの橋って詳しいですね。冬景色。でもあの緑色の背景が緑色だから割と暖かそうに見えますよね。実は暖かい。曇ったかな。あー、やっぱ曇り始めてる。あ、いかん。拭いたら、拭いたら、ん、何の帰りが。あ、おはようございます。拭いたらこれ良くなかったか。なんか塗り広げてしまった気がする。波しぶきってだいたいこれ純粋な水じゃなくていろいろ混じってるから。いかんな。 GoPro 映像が曇りっぱなしになるかもしれない。今ここは航空写真の方が。うん、航空写真。あ、道の情報がないってことですかね。うん、あ、この音は来る。昨日の夜は長門二見駅です。案外、来た来た。おお、あ、昨日なんか一瞬見たやつだ。あ、しかも二色編成。見えましたか。あ、どうです、どうですかね。写真は全然撮れなかった。流し撮りしなかったから。のどかだな。 GoPro 映像依存かな。また見えました。昨日あの海沿いの、 あの昼飯作ったあたりのあのあたりで見ようとした。そこから向かった貧乏旅行、交通費結構かかってますからね。まあだからその自分が金に困ってやってるわけじゃないんで、人にあの人に依存、できるだけ依存せずに。おはようございます。依存せずにも違うな、なんて言うんだろうな。それ人に負担をかけないようにできるだけ旅行したいというポリシーではあります。全く迷惑かけないなんて無理だけど。で、次は宇賀本郷駅。宇賀と書いて宇賀。節約、そうですね。あと勝ち負けで考えてしまうのもある。ここでいくら使ったら負けとか。あれ、なんか全然雨も降らないかな。降らなかったらレインズボンだけでもレインパンツだけでも出てきたな。ん、何の話を。あの教育の話かな。日本では人に迷惑かけるので、海外だと人の迷惑を許せっていう。ボンベ3本、そう、あれは負けです。お、おはようございます。うん、海沿いだからっていうのもありますかね。電波がいいのは。
あ、ダメだ、これ日に照られたら甘くなってきてられん。あ、寒くは全然ないです。朝起きて半袖短パンで外に出ても風を受け続けなければ全然寒くはなかったです。おはようございます。あ、おはようございます。本当は6時ぐらいに出た方が良かったんですけどね。フェリー館で、そう、おはようございます。関門海峡フェリーで渡ろうと思ってたら、去年11月に亡くなってますね、関門海峡フェリー。結局私は1回も乗ることができずに廃止されてしまった。すぐ入る、それそれ。まあ脱いだものを後ろの荷物の上にくくりつけとくんで、いつでも着られるように。早いですね。朝、そう、バッグになぜか入らなくなる、不思議。今日確か下関の、下関市の天気予報だと、ん？何が？あ、フェリー。関門海峡、カラトから出るやつの渡船みたいなやつで、あ、ただ自転車どうだろうな。まあ自転車は相談してみて、少なくとも袋詰めすればいけるでしょう。ただ今この状態で輪行するのは、かなり重たいです。テントとかあるので、まあどっちにしろ門司港に渡ったらそこで輪行するんですけどね。半年押して、あ、いや、あの人道トンネルは前2回渡ったんで、今回渡船で渡ろうかなと思ってます。20分に1本出てるって書いてあった、ホームページ見たら。まあ確かトンネルのすぐ近くなんで、そっちが何かの問題でダメだったらトンネル通ってもいいですね。トンネルは電波さすがにないかな。そこはまだ GoPro の電池が残っていれば GoPro で。あ、そうだ、今日バッテリーは昨日その温泉に入った、焚き火温泉のホテルで風呂入った後ゆっくりして、9時の閉館までギリ、営業時間の9時までギリギリまで。ん？自転車何行かないの？フロートフィンもいりますね。おはようございます。お、下関。おはようございます。新宮中央、なぜ新宮中央？新宮中央は新しいとこでしたよね。あそこ IKEA できるのか。本当に鹿児島本線のあの辺りは駅増えすぎ。私が実家にいた頃の駅数が博多駅まで、小屋駅から博多駅まで倍近くなってるんじゃないかな。つなぐ。暑くなってきた。ダメだ、とてもじゃないけど。おはようございます。おはようございます。雨具着てられん。風かな。風はですね、意外とない。朝までビュービュー言ってたのに。現在地は今ここをご覧ください。自動音は入ってなくて。おはようございます。脱ぎます。道端で堂々とといった途端にパトカーが来た。よいしょ。あ、また読み上げ、接触悪くなってきたな。あー、ダメだ。ぬ、読み上げが姿勢変えるとダメですね。
ん ?3 と聞いて。ふわりさ。ふわりさ。おさわりさん、やっぱりこのスピーカー、いやどうもこれオーディオデバイスみたいです。気をつけてありがとうございます。でこいつはちょっと落ちそうなんでバッグのレインカバーの間に隙間に入れて、うん、短パンになりました。で、雨具のズボンは、イエス、生着替え。脱ごうとしてる瞬間は傍から見たらかなりやばいと思いますよ。お土産買いましたか？お土産買ってないです。はぁ。コメント選んで。コアテックス、そうですね。レインコート、寝袋か、私は防寒具として使ってますね。上も脱ごうかな。全然寒くないです、今。うわ、なんか霧が。お土産、特に何も考えてないんですけどね。今日東京に帰らなきゃまずいです。夜9時過ぎのスカイマークなので、古賀の実家を出るのが、6時半ぐらいに出といた方がいいかな。で7時半に空港に着いて、そこから長蛇の列に並んで、よいしょ、生活感が増えるな。あとちょっと気になる看板が向こうにあるんですけど、お、ダメだ、読み上げが。キッカーズ、あと右のあれマイケルか、見えますかね。で、お土産が聞こえてないから耳の模様あれでいいのかな。ドンタクバッターとか福岡。ドンタク。捨てないで、捨てないで。お、捨てないで。つまり猫を捨てないでってことですね。いや、空き缶って書いてありますけどね。ヒューガ小次郎、あれですか。30分延長しました。顔色がかなり黄色い。足が、あれでもファッツマイケルってこんなポーズ取るんじゃないんでしたっけ。あ、ブルーライン、さっき話をした運転手さんと同じ会社のところだ。ちなみに旅行の話をしたら運転手さんは自分たちは人手不足で2日以上の休みを取ったことは過去20年ないって言ってましたね。下関でフグ天うどん、下関で、食事はまあタイミング次第ですね。食事のためにルート変えたりすることはあまりないので、読み上げないな。運転手さんに眠りはしないでね。眠り、またまたそういう時事ネタを、時事ネタを、調子悪いな。これオーディオデバイスを買い替えなきゃまずい。で、今はこの方売ってるのかどうか。バスは今、うん、
今日の予定は下関まで行って関門海峡を船で渡って、でそれから、門司港駅から電車に乗せて古賀っていう町の実家まで帰ります。できるだけ早めに、高速道路が最初こう、昨日そのホテル入っ温泉入ったホテルで、小川さんですか、ホテルでなんかおばあさんとおじさんとおばさんみたいな感じの組み合わせの方が下関に法事に来たついでに温泉に入り来たっていう人たちいたんですよ。のそのおばあさんと話をしたんですけど、なんかお風呂が滑りそうでちょっと怖くて入れないからって一人ロビーで待ってたおばあさんと話したんですけどね、伊勢から来てる人で、いつまで今日まで、でいつもはバスで来るけど今回は新幹線で来た、バスは今怖くて怖くてっていうのを10回ぐらい聞かされました。本当にテレビが与える影響っていうのはすごいですね。完全に今バスは危険っていうトレンドができてますよね。今危険になったわけじゃないのに。鳥居峠標高44メートル、こういうとこにちゃんと峠の名前が書いてあるのは珍しいな。交通事故というか今に始まったことじゃないのに、本当あの映像見ればわかります。いいですよね。まあ、あるといってバスは安全だっていう話をしてるわけではないんですけどね。実家には数時間しか入れないですね。実家にはそうなんですよ。6時間未満になりますね。下手したら 2,3 時間になってしまう。今年の冬は天気はいいですね、ゴールデンウィークですね。今朝完全に油断してた。もう降らないだろうと思い込んでました。ループありますね。まあそれ盛り込んで話をしないと。実家が、確率で言ったら一番何が低いんですかね。新幹線が一番低いのかな、それとも飛行機かな。船に乗る、なんだっけ、どうしようか、飛行機かな。そう、安全神話やっぱ飛行機ですかね。重複チェックの度合いで言うと、家から出ない、突っ込んできたらどうするんですか。なんか本当に失敗したかじゃないか、詐欺か、詐欺だな。遅い。どうした。すいません、ちょっと せっかくさっき準備したのに配信ツールの方がうまく配信ツールの再接続に手間取ってしまって時間かかっちゃって、
これで、リロード。あ、大丈夫ですかね。よし。おかえり。しばらくお待ちください。すいません。ちょっとお待たせしましたね、今。おかえり。少し長かったです。接続、再接続が妙に繋がらなくて。再接続が繋がらないっていうか、まあ、時間かかってしまって。よし。結構カメラの画面で見ると暗いですね。目だとかなり明るいです。この明るい部分に合わせて薄暗い部分が全部真っ黒に落ちてしまったりするんで、カメラだと本当の夜はウェブカメラの方がよく見えるんですけどね。で、向こうになんか駅が見えてきた。次の駅なんて言ったっけ。あ、宇賀本郷だ。宇賀本郷駅のはず。湯玉？ん？湯玉？え？もう湯玉まで来てましたっけ？じゃあ宇賀本郷見逃した。あ、本当の湯玉駅だ。目玉ですね。宇賀本郷見逃した。おはようございます。この辺りの駅が駅根の、候補だったんですよ。ガードレール、あ、なんかツイッターだったかな、国道は白で県道は黄色っていうのを誰か書いてましたね。あ、そこからなんか、あ、おはようございます。あ、なんかキリキリなると思った。うちの駅じゃなくて普通の鉄の駅です。よっと、あー、ネジ緩んでる。あのキャリアのネジがこれ超ネジ止めしてるんで、よいしょ、数日経ったらいっぺんチェックしなきゃダメだな。1個外れてます。どっかで落としてる。まあでもここはそんなに力が入るところでもないんで、結構前3日ぐらい超ネジ全部つけるの忘れた状態で走ってたこともあるんで、とりあえずは大丈夫。一応このまま行きます。今ここダメですか。あ、日が出てきた。おかしいな、あんなに雨降ってたのに。本当にそうですよ。臨行して、初日に臨行してやってきて、着いた駅で超ネジつけずにずっと走ってたっていう。ん、何より良い、あ、エナジアイザーかな。どうですかね、出てないかな。最近そういうのも調べてないから。今回一個どうも下手ってるっぽいから、もう一個買いたいところですね。今回の旅行は苦戦しましたね。苦戦、そうですね。まあでもいろいろ面白いこともあったけど、雨の日のあの映像がどうなってるか後で見るのがちょっと怖い。特に初日の時には雨粒を拭わずにずっと走ってたから。うん、雨がですね。明後日、そうですね。明日は難しいかも。変則的になってましたね。でもウェブカメラ開けること、開けるやり方も分かったし。今ここ消えたね。今ここなんで。ちょっとじゃあそこでチェック。あ、映像あまり確かめてないです。あ、今日これ容量足りるかな。そうだ、容量チェックしとかないと。残り、あ、やっぱりあと1時間半しか撮れない。
でも SD カードもう1枚空いてるから、休みは今日まで。もう行ってらっしゃい。じゃあ今ここ再起動。あと1分。ん、アイボンモットインか。あ、あと1分で切れるのか。1時間じゃなくて、すいません、 GoPro の GoPro の容量が切れます。 GoPro はかなり先。時間がなかったら実家はピンポンダッシュだけだな。ピンポンダッシュ。しまった、危ないとこだった。じゃあちょっと SD カードも交換します。ここで GoPro の SD カード。これから下関まで走って実家帰って横浜に戻るの、うん、帰って横浜戻ります。忙しいです。 GoPro 指摘者無事ですね。おお、あと30秒でした。ありがとうございます。じゃあちょっと横の塞いでるガムテープ剥がして、いいよ。で、7、6、5、4、3、2、1。これで GoPro 切れた。ちょうどいいタイミングでした。ありがとうございます。フル。フルって表示された。で、SD カードを置いて、これ。で、新しいカード挿して。で、スタート。OK。ありがとうございます。で、あとはその GoPro 録画スタートの儀式を。まず時刻合わせ。早いケア、すいません。でもちょっと待って。まず時刻。正確な時刻をこれで見せて、iPhone で。でかい、でかい数字の時計で。顔見せ、本当そうです。で、あとは PC で録音してる音と合わせるためにパンってならんな。というわけで再スタートです。これは本当にパンと綺麗にならないと、あの波形が綺麗に出ないんでタイミング合わせづらい。信心深い。こうしないと合わない。ドライブイン、犬鳴きって、あの犬鳴き山の犬鳴きかな。あと、湯玉じゃなくて湯玉ですね、これ。湯玉って読むらしいです。あ、と思ったら、これ犬鳴き岬って言うんだ。卵料理ですか？なんだろう。卵料理。卵の黄身が溶け込んだうどんのつゆ、関西風。ん？でかい。この上りは、あ、止まってます。おはようございます。電波か、FMLE か。あ、動いてます？で、この先確か、梅なんとか峠。
たまに FMLE がサーバーエラーで落ちてるから。ん？場所柄迷惑？ん？ん？うん。通るのは。あ、おはようございます。天気、そうですね、良くなりました。これ営業中嘘だろう。どう見てもやったんです。こっちは業中、営業中の A を書くところによって、あ、こうやってる。歩道の並道を自転車で走るのが車の人に迷惑というのは、まあそういう面もあるけど、こっちも、まあ、権利必要するわけじゃないですけど、あのそういう道を自転車では通れないというふうに見なすのはちょっと勘弁してほしいです。尻かじり虫、もう懐かしいな。まあ私は車派と喧嘩するっていうつもりは全くなくて、お互いにって感じなんですけどね。お互いにだからもちろんこっちも迷惑かけてることはわかる。うん。ここは山口県下関市で、今通ったところは梅なんとか峠だと思うんですけど、書いてなかったですね。あ、おはようございます。うん。これがさっきの峠からの下り、誘発。結構自転車側に凝り固まってる人と車側に凝り固まってる人もいますからね。まあ、車の方に凝り固まって、自転車はすべてそういうの迷惑っていう風にいい加減にしろっていう考え方の人もいるし、自転車は自転車で車全廃するみたいな人もいるわけだし、両極端はどっちも私は間違ってると思う。それぐらいで、うん、豊浦ブルー、あれ？ブルーラインってアナゴ天丼680円。シワとシワとでシワ合わせ。おはようございます。海、ちょっと霞んでるのがもったいないですね。ちょっと海荒れてる感じです。今日の風の予報は7メートルとか8メートルぐらいだった。ん？何でした？西の駅って新しいとこですかね。北浦街道、東北。ん？魚釣りですか？いや、魚釣り全然しないんですよ。自転車税は、まあ、私は払ってもいいですけどね。そのぐらい利用させてもらってるので、道を。お、朝はお菓子をいくつかいただいただけです。まあ甘いもの食べたんで、走る分にはヘリから動画。私ヘリ持ってないな。お手軽ってとこもあって、ただお手軽だと考えすぎるのもまた言われますね。下は危ないね。ヘリにかん、遊覧ヘリみたいなのがあるんですかね。趣味は釣りのみです、今のところ。
まあ、あとはパソコンゲームぐらいかな。最近ゲーム機のゲームもやってないな、全然。明日月曜だから、なるほど。タンク修理はちょっとできないと、あの、脱出手段がないとこ走るときはやばいですね。うん。細かいアップダウンが多いな。おすすめパソコンゲームは？おすすめパソコンゲーム。とりあえず、あの、こっちに来る前に直近で iPad でやってかなりやばかったのは、あの、キングダムラッシュっていう、あ、ちなみに戦車ゲーム探したけど、いまいちいいのありませんでした。海外のフラッシュゲームが元になった、キングダムラッシュっていうタワーディフェンスゲームがやばかったです。あれのおかげで、あの、旅行の準備の合間に1時間2時間軽く潰したりしてましたからね。何でもやってる？わけがわからん。ロボさんハードスケジュールすごいっすね。ハードスケジュール、ちょっと今回、いや、私だけのせいじゃないですよ。私だけのせいじゃ。パトカー多くないですか？なんかさっきから4回目ぐらいですよ、私は見るのは。パトカー多い。しかもミニパトばっかり。 iPad 買ってます。何使ってますか？何も使ってない。思ったほどなんか使い道がなかった。持ち歩くにはやっぱ重いし。手榴弾、iPad 買ったんですけどね、あんまりいまいち。マシンパワーもそんなにあるんじゃないんですね、あれは。あのパトカーは反対側から来てないから、帰りはスカイマークで飛行機で帰ります。国道で191号。そう、あの、ザ・ニュー iPad です。今回買ったんですけどね。なんかビデオ編集とかもできるかなとかちょっと思ったんですけどね。重くてですね。手で持てないですよね、ずっと。キースネーク、何というか誰かな。クラッシュ、そうそう。でも今後なんか HTML5 の形式でフラッシュのコンテンツが置き換わっていったらっていうところなんですかね。でもフラッシュの資産大きいしな。iPhone、 iPad、フラッシュはあの、Android は確か Android のブラウザー見られますかね。ほとんど触ったことないので分かんないんですけど。お、岩谷。電話一本すぐ解決。困ってる。結婚とかも言われると思います。諦め口調ながらも。あ、フラッシュですね、やっぱり。ペンギンの、iOS で。何？手が疲れますよね。マウンテンバイクはもう、こんだけ荷物積んでれば、車掌はもうあんまり関係ないんじゃないかと思います。ここにこのブラウザで、スピード違反はあの軽車両だから一応あるはずですよ。ただあの
免許制じゃなくて点数がないのでいきなり前科がつくっていう話が有名ですね。実はあそこ止まってますね、一両のやつが。ここは何駅だったかな。湯玉の次が、川田温泉の前、なんて言ったっけ。あ、これ国道191です。もうすぐ分かる。あ、小串か、小串駅。お、久々コンビニ。小串駅ですね。で、駅舎どれ。あ、駅舎向こう側か。あ、そうだ、なんか食べとこう。ポプラ、ポプ弁はさすがにちょっと食ってると時間かかるので、おにぎりかなんかを、おにぎり&野菜ジュースとかを。ポプラのポプ弁なかなかいいですよね、安いし。そうそう、お店で何度も利用させてもらってます。山陰方面来た時に。じゃあ買い物してきます。よいしょ、風で落ちそうで怖いんだよなこれ。財布忘れた。全ハガタイなんですか。タバコ？え？タバコって何？タバコって何か映った。うん。で、どうしてますですか。どれだ捨てたの。
酒もタバコも両方ともダメなんですよね。抑えてるわけじゃなくて。で、このセットだとトロピカーナとサンドイッチのセットが30円引きでした。なので買いました。おにぎりじゃなくて。さて、じゃあその足元のあたり、うん、足元のどれだろうな、あれかな、割と古く見えるけど、あれ、うん、9年前にサンドイッチ、まあ添加物とかいろいろありそうだけど味うまいですよね。今更ですが、パスハンティングって何ですか？パスハンティングは峠ハンティングです。パスは峠。私は試し食いは高校生かなんかの時に親戚との間であって、まずっと思いました。冗談じゃないと思いました。うん、うん、まずあ、ついてました。うん、いつも止まるんですよ。うん、下半身特にないです。そう、車社会だと思う。広くないと、駐車場が。うん、Z なんかあったっけ。あ、延長ダメですか。うん、チャリチャリ。うん、うん、半分キャンプ半分宿です。添加物は減ってるみたいだよ。うん、お天気ね、75。うん、うん、おはようございます。おはようございます。延長確認します。うん、あ、できてますね。で、ダメだ。また読み上げが。読み上げが。あ、来た。東京も晴れてきましたよ。あ、東京も。おはようございます。あ、不動産おはようございます。どうだ。あ、大丈夫だ。ランキング7くらい、キャラは楽しい。うん、ワクワクそばのお、さっき見たやつだ。あ、回復しました。なぜか。あ、3両だ。長え。で、今一番後ろのやつ、なみすず潮祭って書いてある。うん、まあ、どうでしょうか。ちょっと私は自転車のハードに全く疎いので。うん、あ、そんな来てたのにな。うん、うん、百均所中山です。ん、ん、うん、なんか晴れてしまいました。山口出身の詩人、あ、詩人のみすず潮祭っていうのは、じゃあ作品名ですかね。うん、観光列車で3両編成でしたよ。先頭がなんかなんかあれ、焼けた色ではないんでしょうけど、妙に色あせた感じに見える赤色。うん、あ、うん、風味感の向こう側だ。今日の風味、うん、
どうしたですかね。電車少なくもないので。はい。スーパー見たってのはテレビですかね。テレビは昨日ホテルの温泉入った時に、あの営業時間ギリギリまで充電させてもらってた時にテレビ見てました。今日は何時頃に開業する予定ですか。雨が降ってきて。何時頃？12時目標なんですけどね。ちょっとまた、遊ぼういという SL がありますね。阿蘇山のあたりに熊本駅から出てる。あれ、遊ぼういは SL だったっけ。 SL ですよね。あれでも前のとは特急だったかな。あれの日焼け、この度、あのプロデューサーさんですね。あれ何か勘違いされてますね。多分複数のちょっとやり取りしてる中で、なんか誰違う人と思われてるな。上陸、そうですね、まあ、できればできれば門司港、まあ自転車ばらさずに行けたらってとこですね。よし、分かった。あ、ほら、これセットでお得。そういうことか、そういうことか。テレビ見たり、そういうことか。じゃあ勘違い、勘違いされるようなこと書いた私の方が問題なのか。このセットはいます。ポプラ。朝飯です。巌流島。橋は車だけですよね。いや、橋は何だっけ。橋は車の方でしたっけ、鉄道の方でしたっけ。自転車は取れないことが分かってるんで全然興味なくて。高速道路なんでしたっけ。地下道の方もトンネルの方も、人道トンネルの上を車が通ってますよね。自転車は地下道ですね。やっぱあの辺りは電波あるでしょう、多分不発を教えていたら何か言いますね。物食った後は必ずこう喉が絡む。波動さんもういません。今はもうてか、これまで一緒に走ってたみたいな。こんにちは。あ、いや、Y か、 X じゃなくて。今ここはどの辺だろうな。地名が分かるものが見当たらない。まあ、さっきの駅が湯玉駅と、あれ、その次見たっけ。湯玉駅の次があれな、あ、そう、小串駅の近くです。小串、ここは山口県。島根県は初日と2日目の朝まででした。初日は津和野から増田まで、
で次が増田から萩まで。最初の2日間は雨ばっかりでした。ふざけんな。あ、セブンイレブン。バイクは略称。その島行ってきましたよ、昨日。たっぷりと行きだけは放送して、帰りは放送なかったんですけどね。あ、でこれ昨日ホテルで充電させてくれた分で、どれだけバッテリーが持つか。セブンあります。セブンとポプラとローソンがある。今のところ今年の天気良くなかったですね、ゴールデンウィーク。いや、下関から福岡の実家に帰って、その後飛行機。カメラ本当です。あの道の萩の道の駅で嫁いただいた飛騨坊さんという方からのアドバイスで、あの極小ドライバーでネジ外してみたら簡単に開いて中の水を掃除できました。おはようございます。おはようございます。置いてませでしたっけ、山口県は。確かどこかでそういうの見たな。チャンメン、どこ。あ、ローソンあった。まあもう寄らないけど。単車っていうのはもともとサイドカーついてるのが標準だったから、サイドカーなしで単車らしいですね。この話題も3回目ぐらいかな、放送で言うのは。何の準備？あ、見合いか。見合いか。さすがに1時間や2時間で見合いできないですよね。おしるこ。今おしるこもなかなかいいな。交通量そうですね。でもまだ聞いてたほど対向車線混んでないな。さっき連続できたからおっと思ったけど、そうじゃないな。ん？あ、ダメだ。頑張れ。頑張れ。オーディオデバイス。ああ。今ちょっとオーディオデバイスで接触が悪くて切れてます。ちょっとどっか。びっくりした、今おいおいって言われて。これでちょっともう一遍接触をなだめる作業じゃない。うん？うん？これをこっちにこう持ってきて、やばいな。多分ハードウェアだと思います。明らかにこれどっかの接触の問題で、昨日の宿でした。あの長戸二見駅っていうところの横の休憩所でものすごい快適でしたよ。でちょうど昨日の夜、あの 2,3 地に1階の清掃の人が来たので、近所の人が持ち回りで清掃してるんですよ。で話をして、入学路、通学路。車道行ったらいいかな、もう。あ、おはようございます。あの辺りから角から人が飛び出してくる危険性が増える。早いな。天気なんか良くなりました。あ、もう次は刀の線か。小口の次。昨日の夕方着いて、そこで温泉入ろうと思ってたけど、
全然そんな、寝てくださいですよね。ただたった2、3日のその清掃の間にあそこまで汚されるなんて、ほんとそうね。あ、そうね、通学路、うん、そうだ、うん、ナフコ、私ナフコ、あの子供の頃からナフコ近くにありました。ナフコは西日本の方だけでしたっけ。あのうちの近くの花見っていう地名のところにあったんですけどね、花見、花見のナフコで、ナフコの近くにあれ場所は何ていうのかな、近くにおもちゃ屋さんがあって、そのおもちゃ屋さんの横なんか地下に、地下というか半分地下みたいな感じに、そのあれ駐車場みたいな感じかな、下るところがあって、そこが小さいゲーセンになってました。そこであのゼビウスとか見てました。あまりプレイできなかったけど。あ、また黄色、今度は黄色と赤だ。うん、左側に仕事すごくそう、それはありそう。うん、あれは汽車ですね、ディーゼルカー。ナフコ、ナフコ、キューロジアスのそうですね、あのロジャース、ルミナスになったんですけど、ルミネなんだっけ、ルナンとか。あ、これは駅根できなさそうだな。料金箱どうかな、ルミナールでしたっけ、ルミエール、そうでしたっけ。あれ、どれもピンとこない。なんか駅いっぱい椅子が並んでたんで、中は喫茶店か集会所なのかな。でこの近くに、400円ぐらいの温泉が、温泉というか日帰りに入浴ができるところがあったんですよ。キハ、あ、確かキハでしたね。昨日あの骨董駅で同じの見たから。実家では近代的ですね、あの形見ると。あの北北線だっけの首ケーキを思い出す首ケーキもなんかやたら近未来なデザインなんですよ。なんか場所柄に全く合ってない感じなんですけどね。うん、ここもすごく変わったな店、まだ開いていないです。すごいタイミングその通りでございます。あ、ジョイフルだ。ジョイフル順天堂マーレシティバリューハウス、車社会だな。またセブンがあるんだ。みなとみらいですか。みなとみらい駅ってどんなんだっけ、外観。外から見たことないかな。お、島村。ここも駐車場、大概な広さですね。何百台入るんだこれ。100台入んないかな。イエス島村。で、ホットモット弁当。略してホモ弁。あ、暑くないです。空気は割と涼しいので。ズボンですか。まだズボン、股間破れたりしてないから大丈夫です。ホットモットのホモ弁はメジャーじゃないんですかね。そういう略し方は。
キロ、まあ、今9時前だから もう大体大丈夫かな、12時前着くかな。もういくつかあのアップダウンがあるんですけどね。都会、前島村、徳山、徳島か、徳島で見たの。徳島のどこ走ってるとこだったっけ。セクラ、うん、池のようなものが。そうですか、池のようなものが。そうそう、網の、いや、サブリは全然使ったことないです。どちらかというと多分自分ではあまり認めてないけど、サプリとか気にし始めるとちょっとかっこ悪いみたいな意識があるんじゃないかな。池みたいなものって、これ池ですね。しかし壁で区切られてて、これなんだ、ため池？学校悪くはそうなんですけど、なんかその根本にそういう考え方を私は持ってるような気がする。気にしすぎると格好悪いとか、うちの親も結構そうなんですよね。なんか細かいこと気にするのは格好悪いっていう価値観があって、あ、しまった、GPS ルート作ったのに表示してなかった。ちょっとお待ちを。テゲテゲですな。テゲテゲ。適当にというかほどほどにかな。何バイタルは効果ありすぎ。お疲れ様です。何バイタル？おお。ため池だね。あ、でも一時期そうだ。なんか蜂蜜のあれ、蜂蜜、蜂の味のやつ。なんだっけ。サプリというか、あのスズメバチの、スズメバチのなんとかで、ハチミツレモンじゃなくて、あ、バームだ、そう、バーム、バーム飲んで、うわ、効果あると一遍思ったんですけどね、それだけ、それきりでした。うん、あとどっからどこまでがプラセボ効果なのかって自信がないんですよね。ん？見えますかね、この遍路道って。添加物考えるとバームではある。全部遍路道、パワーダブアーム、遍路道、遍路道、これがで向こうに繋がってるわけでもないし、遍路道ハスハス、変わった遍路道ですね。これ辿ってったら本当繋がってるのかな。指導です、指導、私の指導かな。ブアーム、ガードレールが白いんだか黄色いんだか微妙。川にぶち当たりますね。川にバームというバーム、これあれですね、黄色いガードレールを白くしようとしてますね、多分この支柱のところが真っ白になってるのを見ると、裏側とか見たら分からんな。しかも外れてるし、そこなんかパンクですね、パンク。プロポリス、それもなんかロイヤルゼリーのやつでしたよね。向こうのガードレールとか白いし、微妙だ。うん、やっぱり 白が剥がれて黄色が出てきてるみたいに見え、いや、わからんな。多分し白くなろうとしてるんだと思います。あ、おはようございます、ありがとうございます。一応ハウスおじさん、いや、看板見てそのまま読み上げ、んどうですかね。おはようございます。
あ、今の会釈あれか、どいてくれてありがとうの会釈なんだな、きっと。ちょっと霞んでますけどね。ん、次は、次は下関行きだ。あ、黒井村駅。今のバスは反対側から車来てたからですね。これほど少し行った方がいいか。さっきあの自転車通行課の看板もあったことだし、まあないところでも走ったりしてますけどね。うん、旅行者なんとか、あ、昨日ですね、角島から橋渡って戻ってきたところで、あの2ちゃん系の自転車旅行者と会いましたよ。大阪から来て昨日で1週間で、どこ回ってきたって言ったかな、下関の方をぐるっと回って私とは反対側に向かっているところでした。で、2ちゃんのスレーで、なんて言ったかな、なんとかさん、今の自転車10年ちょい、しろさんだったかな、なんかビップから派生したなんとかで、しろさんだか、スルスルさんだかな、そういう名前の人の板スレがあって、あ、裏道あります、ありがとうございます。ここのとこですね。行ってやすとは言ってなかったです。あ、そうそう、実況だけど何でも実況ってやすとは違うらしいです。今も車載ってキーワードは多すぎて私見てないんですよね。吉川院が右側にありますね。あ、吉川ですよね、多分これは。あ、黒井村駅。変なポーズ。特にポーズみたいなの撮ってなかったですよ。で、あのマウンテンバイクで、結構パーツとか私と同じで、私がパーツにこだわりがあると見られたのか、パーツ談義になってついていけなくなりました、途中から。でもあとなんか温泉の情報交換したり、いろいろと話をしましたね。あ、医者かって、あの医者ネタ、私が医者に見えるネタですね。黒井村駅、ここ本当に前黒井村だったんですかね。今はもう下関市の中ですけど。XTR ですね。栄えて、知ったかぶりですよねとか言わなきゃダメだったですかね。宮崎県の、いや、それはしてなかったですね。大阪の人でしたけどね。おいくつ、30代だと思う。30代の後半かな、後半ぐらいかな、前半かもしれない。じゃあ35歳で。踏切の音が聞こえるかな。五能線ってなんか鉄的に有名な路線でしたっけ。五能線ってなんか聞いたことある。東北の方でしたっけ。本場中崎から五島うどんで、ここですかね。埼玉からタピ岬まで、タピ岬って青森のあれですか。さようですか。想像つかないな。あれですかね。これ線路の向こう側の道かな。ですね。
これかな。うん、外れ。国道。青崩れ峠とか。ご覧あれが脱皮に先。ご覧あれ。ご覧あれがってどういうことでしょうか。ネタが分かってない。向きに慣れるんじゃないですかね。そう、タンが飯食った後よく絡むんですよ。特になんか辛いものとか酸っぱいものもそうなのかな。雰囲気好き。ゴミ袋が赤い。決まったゴミ袋なのかな、あれは。踏切の方が先にあるんじゃ。お、ゴミ感。あ、家よりもってことですね。よろしいですね、こっちの道は。私はペット履くことはないですけどね。あの、やるのは山道で手花噛むことはあります。さすがに、あの、街中で手花噛むのはあまりにも迷惑だからできないけど、山道でそこら辺の、あの、草が生い茂ってるところに手花噛むことはあります、冬とか。でもそれって山でタッチションとかするのとあんまり変わらんかな。点滅しました。でも山だと思う。そう、手間で失敗すると大変ですね。あの、広範囲に被害が及ぶので。うまくいった時はってレベルなのか。あ、シャツを逃していてこっちまで来るつもりだったんですか、ネリーさんは。その海を渡って私も出るの遅れましたけどね、だいぶ予定よりは。こっちの道も行けるのかな。これはわらじかな。だいぶ簡略化されてるけど、わらじかな。海はまあ見られます、関門海峡。わらじにしちゃちょっと足のひらの部分が大雑把だけど。5分。いや、あれはお墓かというか坂道ですか。いや、像じゃなくてあれは碑ですよね、石碑。何か。どこに向かう、これ。裏道外れた、しまった。まあでもそんなに行き止まり、いや、あの、線路の下抜けるみたいです。抜けるみたいですって。抜けるだけか。あ、やばいか。神経4はどうしました。何の話ですか。畑に直行、始発でも長戸二見に今ぐらいに到着です。長戸二見、あ、おはようございます。ゴープロが怖い。あー、とおう、うーん、微妙に MQ とは違う。ゴープロが意外と頭の上出っ張ってるから。電車まと下から撮影ですね。あー、
そんな綺麗でもないな。どうです、私の道です。私の道、私道ですかね。うわ、あっちか。結局あの国道に戻ってしまいました。もうちょっと裏道行きたかったな。まあでもこれはこれでいいけど。のどかでしょう。どうですか、のどかでしょう。おっと、こののどかさを見よう。お、久しぶりに来ていらっしゃいませ。何か何が、本当いい天気ですよ。朝目覚ました時雨降ってたんですけど、ザーザービュービュー、ふざけんなって天気でした。繋がってました、なんとか。うん、もう大丈夫そうですね。雨、その自転車で走るやつは死刑。これは何でしょうかね。うん、カメラも大丈夫っぽいですね。何がサザエ？サザエいいですか？なんだろうな、つぼ焼きとかいう感じでもないしな。という考えさせるのが目的なんでしょうかね、あれは。お、いらっしゃいましたかね。今なんて言われたっけ？明日から仕事って言うな。思い出した。今朝雨でした。ササイショ、なるほど。この選択でも本当にこの時は気持ちが切り替わるというか、全然違う気分じゃないなっていうのかな。脳の状態が全然普段と違ってると思う。サザエボン、人の毛再現したのが博物館があって、サザエさんたちがどうやってあの服を着てるかとか、あの首の細さ、あの頭の大きさで。実際あの赤塚不二夫の資料館というかな、あの青梅にありますよね。食、おはようございます。エロサザエさんってなんだ、薄い本的な話か。うん、サザエ症候群。今のはどれの話だろう。頭を外して、で、再接続。落とし物してないね。今、テント用具って聞こえたから。ポン。今もまだじゃんけんなんですかね、サザエさんは。サザエさんって何だ。テントは1回だけでしたね、使ったのは。あれも暖かかったから使わずに済ますこともできた。まあトレーニングってことで。20キロ、あと20キロ。何平さん、あ、そう、マスオさんとか何歳なんだっけ。昨日の宿は0円、トライストレス。まだ20キロ残ってんのか。もう15キロぐらいまで来たと思ってたのに。20代か。25歳。一回り以上したかよ、マスオさん。野宿で絡まれたことは、なんかそういう状況になりかけたことは一遍だけありますけどね。秩父の、あそこはまだ秩父じゃないかな。埼玉の名栗湖っていうところの湖畔で、夜寝ろうさんとテントで寝て、あの東屋の下で、バス停の東屋で寝てたら、それっぽい車がやってきて、でしばらく行ってまたどっか行きました。怖かった。怖かった、多分ちょっと怖かったですかね。だからテントから顔出してじーっと見てました。
こんばんはという感じで。鳥取のハンドパルさんが、今日は横浜の自宅泊まりです。オッケー。あ、しまった、そういえば日焼け止め塗ってなかった。どうかな、午前中だけでこの 日差しで塗っといた方がいいかな。ここ迷ったらもう塗らないな。うん、次に名残湖は、あれです、峠の名前が、あ、電波。有馬峠で思い出した。皆さんもそうですね。それは私も公然と認めます。ネロさん見た目怖い。あ、二見饅頭ってこれ。駅の前でも売ってたやつだ。二見饅頭、白玉ぜんざいもだ。これ同じ店じゃないかな。売ってるの全部一緒だ。多分この店、あ、本当行けないです。あ、やっぱり時和屋さんだ。これ二見駅の前で同じ店がありました。西長と貸し所、二見饅頭と、そうか、ちょっとさっから何度も喉づくろしてますね。まあいいか、ちょっと先進みます。まんじゅう、まだ昨日とついただいたお土産のまんじゅうが残ってるので、あとお世話になったんですよとか言うのも変だし。ダメ、そう、酒癖が。だから私はその時は近づかないようにしてます。あ、梅ヶ峠やっとか。あと、あれ、峠って読まないですかね、山口だから。まさか、タオダオ、雨今のところ大丈夫です。晴れました。雨装備にしてきたのに。いや、のにって、降ってほしくないけどな。梅ヶ峠ですか。タオだから、トウ。峠って読まないんですね。そう。ここまで走ると実家に寄ってる時間がなくなる。あ、道と矢印のことですか。絶対に間違えないように。間違える人多いから。お、助さんいらっしゃいませ。GoPro もこれ軽いマウントに変えたいな。どこで休憩するときに。下関まで行ったら確かそうです。快速とこだと早いかな。これが梅ヶ峠駅。梅ヶ峠。ホームで待ってる人いるな。そこ隣に芝居茶屋。峠と書いて梅が峠なんですかね。タオとかダオ、峠のことをタオとかダオっていうっていう名前から聞いてるので。ホームの看板が見えない。駅名表示の看板が、あ、ダメだな。まあいいや、梅が峠ですね。梅が峠で、梅が峠をこれで越えたので、多分ここから下りでしょう。ありがとう。名物静岡うどん梅ヶ峠店。
静かうどん。お。ため池ってこと雨が少ないんですかね。風は吹いてるのに。かな。もやってる売店？いや、降ってないですよ。曇ってますか、なんか映像が。うん、どれ。おはようございます。いや、特に問題ないですよね。よいしょ。OK ですかね。家電無料回収、家電製品無料回収。兄貴、私が兄貴なのかね、それとも私のお兄さんのことかな。いないけど、こういうところで、あの白い冷蔵庫に全部あの宣伝というか、あの白い冷蔵庫は看板代わりになってました。ド晴れってほどでもないですけど、もやが晴れてきたかな。うん、久しぶり、ありがとうございます。エコ、うん、あれ、晒されたままだとどんどん錆びていくよな。山陽道、あ、でも街道を制覇するみたいな意識は特になかったんで、まあそういう基準があった方が道決めやすいですよね。うん、日本海側、そうですね、日本海側をつなげて走るだけ、過去に走った道と合わせて。うん、うん、ウグイス、いやー、ウグイスは今日聞こえてないんじゃないですかね。スズメとかかな。簡単な。しかも基本的に山は避けるぜ。ん？どこが発展しすぎてるかな。宇都宮？自転車30万。あ、エロかった、今のエロかった。来てくれました。ちょっと、何の話だっけ。エロいの落ちてた、間違いなくエロかった今のは。まあでも配信中だから見ない。あとはちょっとさ、もう雨に崩れてダメでした。あれは今のホテルは営業してないですね。あの料金のところが青い紙で隠されてました。配信中じゃなかったら見るんですか。配信中じゃなかったらちょっと戻って二度見ぐらいしたかもしれない。一瞬で耳を続けました。一瞬で。うん。何行くんですよね。遠いな、ここからどんどん離れるな。犬は結構好きなんですけど、吠えられます。むちゃくちゃ吠えられます。特に普段からよく吠えそうな犬は、あの見てて気の毒になるぐらい吠えますね。今日あと今だと18キロぐらいかな。今あの天気がいいんで結構楽しいです。どっちが好き、それは何回目の質問だ。あ、その声は違うんだっけ。ん？リッキー？パソコン持って声出ます。どうかですかね。まさに車の徐行程度ですが。ん、あー、次何でしたっけ、何駅でしたっけ。120キロ。田舎とか、そうですね、
あ、吉見駅っていうのがありましたっけ。昨日見た中では覚えてないな。あ、もう下り終えたかな。あ、これは小麦か。開放感で叫びたくならない。開放感で、ああ。叫ぶっていう感じではないけど、なんかぬわーって感じにはなりますね。ぬわーって感じには。あ、ありがとうございます。小麦の発音は、うん、小麦、小麦。なんて言いましたか今私は。小麦、小麦。小麦粉って言いますよね。昼飯はの前にもう渡ってしまうつもりなんで、まあ実家で食ったりす、あ、まあさすがにそれ無理か。小麦、小麦粉、小麦。あれ、なんか私は小麦も小麦も両方頭の中で OK ですね。車載中転倒は今のところないです。うん。ん？クジラの時、あ、クジラか。クジラの時はまあ聖地巡礼ですから、好きなゲームの聖地でしたから。ん、あと10距離。今日はなんか特に途中大きな障害ないですね。魅力あるものによって法廷を遅らされることもないですね。あと駅もあんまり寄ってないからな、今ちょっと急がなきゃと思って。お、黄色い、黒い。ゲームはフラッシュゲームちょっとやるぐらいですね。ちょっとではないかもしれない。とりあえずフラッシュゲームで私がいつも手放しに進められると思ってるのはひらがなでフラッシュゲーム楽しめますよ本当に。ひらがなでスズヌートっていう作者の人の名前なのかサイト名なのか分かんないですけど、スズヌート、伸ばす音は横一直線のヌート、スズヌートで検索するとかなり中毒性高くてやばいゲームがあります。本数は少ないんですけどね。激突要塞とかかなりやばい。おはようございます。あ、おはようございます。お、山形から。山形まだ寒いかな。戦略系、あ、いや、アクション系が好きだったんですけどね。年とともにアクション系はあって、アクション系のあんまないんですよフラッシュは。家庭用ゲーム機やってないですね。スズヌート、ひらがな、全部ひらがなでスズヌで伸ばす音でト。移動しやすいですね、かなり。今日飛行機は取れてます。1ヶ月前取りました。帰りだけは20度か。いえ、スズヌート。そうですね、そう、立場はちょっと配信頻度は月に2回ぐらいかな最近。ん？格闘ゲームはほとんどやってないです。一つ初代止まりです。アトリのエア早く、なんかフラッシュは斜め、どっち方向ですかね。ランゲリングベイは結構好きですけど、面白さが分か、本当の面白さが分かってはいなかったです、当時は。リアルタイムの頃は。海が、お、スケさんいらっしゃいませ。いい太鼓達人ダメでした。カプコン VS のあたりはもう分かんないんですよ。アップルはフラッシュには興味ないんだよ。アップルはフラッシュは乗らないっていう立場じゃないですかね。うん。すげえ。ん？駅数乗り？数乗り？次、いや、全然決まってないです。次また来そうな感じです。ん？うん、駅一泊してきました、今朝、昨日の夜は。とても快適でした。っていうか、あれ、駅ねって言っていいのかな？駅舎の中じゃないし。
バッテリー、ちょっと駅寝というには快適すぎる感じですか。普通駅寝って言ったらベンチで寝るんですけどね。CPU 負荷、あ、フラッシュはまあそうですね。携帯は2回線、データ通信用のフォーマーと、あの電話とメールのためのソフトバンク。ふう。ああ、もうすぐ確か海ですね。床、あ、ま、マット使いました。今何がフォーマかな、フォーマで通信してます。ガロスペでは、あの残影権の人、ガロスペじゃない、ないかもしれないけど、順張り、順張り、なんだろう。愛媛行ってます。松山、あと宇和島も行った。宇和島、松山、今治、お、吉見駅だ。この辺りはあの列車の本数が今日、あの今朝泊まってきた二見駅とかに比べてだいぶ本数あるんで、立派な駅ですね。吉見百穴はあれ埼玉でしたよね。特急、あ、どうだろう。列車の本数はどこに出てる？あれか、あれあんまりないな。まあでも1時間2本ぐらいある感じです。これは有人駅、時間有人かな。今いないみたいですね。あ、イベントありがとうございます。現在地は吉見駅。うん、人も結構乗り降りしてますね。シベリア超特急、そうですね。あ、もうちょっと、あ、人が並んでるからですね。山口県なんとか吉見町、あ、下関市吉見町か、吉野中の町ですね。